低体温症、低体温症、低体温使用、ハイポザウミアとは、高温動物の深部体温、中核体温が、正常な生体活動の維持に必要な水準を、下回った時に生じる、様々な症状の総称。人では、直腸温が、摂氏35度以下に低下した場合に低体温症と、診断される。また、低体温症による死を投資と呼ぶ。 高温動物の体温は、工場性、ホメオスタシスにより通常は、外気温に関かかわらず、一定範囲内で保たれている。しかし、自律的な体温調節の限界を超えて、寒冷環境にさらされ続けたり、何らかの原因で、体温保持能力が低下したりすると、工場体温の加減を下回るレベルまで体温が低下し、身体機能に様々な支障を生じた臓器不全に至る。 この状態が低体温症である。低体温症は必ずしも陶器や登山など極端な寒冷化でのみ起こるとは限らず水泳用20摂取24度のプール、濡れた衣服による気化熱や屋外での泥水状態といった条件次第では夏場や日常的な市街地でも発生しうる。軽度であれば自律神経の働きにより自力で回復するが重度の場合や 自律神経の働きが損なわれている場合は死に至ることもある症状である。これらは生きている限り常に体内で発生している生、科学的な各種反応が温度変化により通常通りに起こらないことに起因する。臨床的には症状としては生、科学的反応の例を挙げるなら酵素の反応だが、これらは通常の場合において特に動物が利用する酵素は 指摘温度が摂氏40度前後である、イコール摂氏40度前後で、最も効率よく働くということものが多い。これは、人の中心温度、摂氏37度前後、直腸温度などが、最も近いに近いため、体外で効率よく働くことができる。俗に、腹を冷やすと下痢、消化不良になると言われるが、その原因の一つとして、消化管の温度低下によって、 これらの酵素の一種である消化酵素の働きが鈍り消化作用が阻害されることが挙げられる。また、ブドウ糖などの糖を酸化、分解してエネルギー通貨としてアデノシン酸リン酸を生成する解凍系という過程も周辺温度によって生成速度に差が生じ低い温度ではこの ATP 生産が低下する。そして ATP は筋肉、神経、内臓など 全身の細胞の生命活動全般においてエネルギー源として使用されているため供給が滞れば致命的な問題に発展する。体温が約摂氏31度以上であれば、シバリング、体の震えによる熱生産が行われるが、約摂氏31度を下回るとシバリングがなくなり急速な体温低下を起こす。物理的原因と環境。 患者側の原因が単独あるいは複合し発生する。発生する場所で、遭難型と都市型に分類することがある。一時性低体温症とも、他の基礎疾患によらず、純粋に寒冷曝露を原因として、中心体温、直腸温が摂取35度以下に低下した病態。単に、低体温症とのみ言う場合、通常はこちらを指す。用児は、 凍結した池塔で冷水に落ちて、急激な体温低下に伴う、過死状態に陥った場合に、体の溶石が小さく、全身が速やかに冷却されるため、脳への酸素供給停止以前に、脳細胞が過死状態に陥るた、酸素欠乏症による脳死に至らずに済むことがあり、心臓停止から3時間以上経ってから蘇生した事例がある。成人でも、 心臓停止から30分以上経って蘇生した事例もあるが、これらは適切な救急救命医療を必要とする。軽髄損傷、内科疾患、薬物作用、中毒、栄養失調などの副次的結果として発生した低体温症。これらの素因を有するものが、単独では偶発性低体温症を起こさない、レベルの軽微な寒冷暴露で複合をもと的に、 発症した場合も含む症状によって必要な対処法が異なる特に中度以上の低体温症では一般的な冷えに対する感覚で慌てて温めるとかえってレスキューレスを招く危険があるので注意を要する例えば急に手足を温めると一気に心臓へ負担がかかってショック状態に陥る可能性があるまた上気の脳低温療法の要用で 偶発的に、冷温での代謝低下によって脳が守られていた場合、イコール、車の冷蔵庫、設備の整った病院への搬送前に、現場で過温すると、脳の酸素、栄養消費が増大して、供給不足に対処できなくなり、脳死に至ることがある。アルコール飲料の摂取は、確かに一時的に体が温まるが、熱放射を増やしたり眠気を誘ったりし、 余計に事態を悪化させる危険があるので避けるべきである。体の温まる甘い飲み物は効果的だが、意識がはっきりしていないと飲み物で溺死する危険性があるので、意識障害があるものには飲ませてはいけない。風雨にさらされるような場所を避け、衣服が濡れている場合はそれらを乾いた暖かい衣類に変えさせ、暖かい毛布などで包む。衣類は緩やかで締め付けの少ないものが望ましい。 脇の下や素形部、股下等の太い血管、主に静脈があるあたりを湯たんぽなどで温め、ゆっくりと体の中心部から温まるようにする。この時に無理に動かすと、手足など末端や表皮の冷えた血液が体を動かすことで血管が拡張することも手伝って、体内をくまなく循環してしまい、内臓の発熱量を低下させ、心臓や脳の体温も下げ、 全身が芯まで冷えることになる。これは山の滝行などで冷水により急激に体を冷やしても起きることがある。よって体を温めさせようと運動させるのは逆効果であり、中心側からゆっくり温まるよう工夫する。体温三十一摂氏三十二度あたりで桜状態に陥るので、例えば山岳でのリーダーがベテランといえどもパーティーの崩壊が起きるのは、 作乱による判断ミスに他ならない。キャリアがあると言って頼りすぎないよう低体温症の際は会話がうまくできなくなった段階においての早期注意が必要である。外部リンクを詳細に参照のこと。とりあえずどんな方法でも良いので体を温めるようにして温かい甘い飲み物をゆっくり与える。ただし目が覚めるようにとコーヒーやお茶の類を与えると カフェインによる利尿作用で脱水症状を起こすので避ける。アルコール類は体はホテルが血管を広げて熱放射を増やし、さらには肝脳の体温調節中枢を麻痺させて震えや代謝更新などによる体温持ちのための反応が起こりにくくなるため絶対与えてはいけない。リラックスさせようとしてタバコを与えるのも抹消血管が収縮して 症症を起こす危険がある。眠ると、代謝や震えによる、熱生産が低下するので、十分に温まるまでは、覚醒状態を維持させる。この段階では、少々手荒に扱ってもお予後は、いいので、できるだけこの段階で対処すべきである。10度以上の低体温症は、速やかに、医療機関へ搬送する手配を第一とする。軽度のうちは、本人が寒気を訴えて、 顔に薬気になるが、中度に進むと逆に意識水準が低下して、保温に無関心となってくるめ、大丈夫ですの返答を安易にうのみにせず救護者が客観的に全身症状から判断することが重要である。軽度ではまだ震え等での自発的な熱、生産能力が残っているが、中度以上になるとそうした生理機能も障害されており、消極的再加温。 イコール保温のみで回復を期待するのは無効である。また、外部から温熱器具で温める積極的表面再加温は、かえって手術のリスクを伴う。医療機関では、循環動態が不安定であれば、加温した、湯液の注入、胃腸の温水洗浄などによる積極的中心再加温が行われる。運動させたりすると、手足から停滞していた低温、低酸素、 高カリウムの血液が心臓に戻り、心室細動等の異常を引き起こすこともあるので、できるだけ安静を心がける。急激に体の表面を温めると、末梢血液が完流することで、帰って中心体温が低下する、アフタードロップ現象を引き起こしたり、末梢血管の拡張による血圧低下で、ショック状態、ウォームショックに陥ることがあるため、緑に温めない。 比較的穏やかに温めることは可能であるが、裸で抱き合うと、体の表面を圧迫して、余計な血流を心臓に送り込んで負担をかけるので、避けるべきである。同様の理由で、手足のマッサージも行ってはいけない。とにかく安静にする必要があるので、風雨を避けられる場所に移動するにも、濡れた衣服を着替えさせるにも、介助者がしてやるようにし、できるだけ当人には運動させないようにする。 心室細動により非常に苦しむこともあるが、心臓停止状態以外では、胸骨圧迫も危険であるため、してはならない。呼吸が停止しているか、または非常にゆっくりな場合は、人工呼吸を行って、呼吸を助ける。心臓停止状態にある場合は、胸骨圧迫を併用する。心臓が動き出したら胸骨圧迫を止め、人工呼吸を行う。 この場合はマウスとマウス式、仰向けに寝かせた要求護者の後頭部から首にかけて、手をあてがって持ち上げ、鼻をつまんで、介護者が口を使って、要介護者の口へ息を吹き込む。喉の奥に吐いたものが詰まっている場合は、これを取り除いてから行う人工呼吸の方が、人間の吐息であるために温められていて都合が良いと、される。重度の低体温症まで至ると、たとえ病院で、 集中治療を行っても、生存率がかんばしくなくなるため、軽度、重度の段階で早めに対処して食い止め、重度まで進行させない予防がまずは重要である。予後不良因子、低体温症においては、過死状態と完全な死亡状態との違いを明確に判定することは非常に難しい。低体温、皮膚色の蒼白、動向三大、極度の除脈、 脈拍微弱及び浅い呼吸で心肺停止状態と舞いやすい、体のこわばりが死後硬直と紛らわしいといった要因からプロであるはずの救急隊員でも誤って死体と判断し病院への搬送を行わなかったケースがいくつかある。しかし、低体温症では比較的長めの心肺停止でも脳の細胞死が少なく蘇生可能な場合もあり、 専門医の適切な治療と診断を受けるまでは、諦めず救命措置を続けることが慣用である。低体温症での死亡判定は、通常温へ戻しても、なお生命活動が回復しない場合に医師が下すのが原則であり、医療機関へ搬送するまでは何時間でも、介護者に二重災害の危険がない限り救命活動を行すべきとされている。その後、海外に投稿された論文であるが、 群馬県でさらに長時間の蘇生が報告されている。海外へ投稿された論文で詳細は不明だが、どっで帰宅している。低体温状態からの蘇生は、通常の蘇生よりも回復が期待できる場合がある。従来の仮説では、体温摂取30度以下の生存、並びに10日を超える絶食での生存は、不可能とされていたが、値については、狭い範囲での幅はある。本件では、 いずれの値を大きく上回るものであり、敬意の間を含めさらなる検証が必要である。しかしながら低体温による人体代謝の機能が従来の常識を大きく覆した可能性が高い事例である。低体温症では体中心温度の段階によって様々な症状が発生し、最終的には意識喪失、心肺機能停止による過死、生理機能停止による死亡に至る。 しかし逆に、低体温状態には組織の代謝を低下させることによる保護的な作用もあるため、様々な応用が試みられている。例えば、日本では1990年代に始まった脳低温療法は、冷却ブランケットなどを用いて人為的に低体温を起こし、脳を保護するという治療法であり、実際に臨床で使用されている。 脳外症の蘇生後などが適応となる。陶器に溺水した子供が通常は蘇生できないほど、長時間、一般には心肺機能停止から3から10分以内程度であるが、同時例では40分から3時間水の中にいたにも、かからず蘇生し回復した例が報告されているが、これは、冷水が体を冷やし偶然低体温両方的に作用したためと考えられている。下記参照。 他にも低体温状態で心臓手術を行う方法が当時のソビート連邦で開発された。脳外科手術、熱中症、インフルエンザ関連脳症治療等に利用される。また、低体温症による過死状態を上手にコントロールすれば酸素消費や食料消費を抑え、老化も抑えられる可能性もあるため、長時間の宇宙旅行においてはそれを利用した 人工島民をクルーに使わせることも考えられており、これらの研究は、厚生戦闘への応用が期待されている。日本の投資者は2010年以降、年間1000人を超える規模となっている。冬山登山などの極端なケースは少なく、大半は、高齢者が室内で低体温症になり、死に至るケースが多いことが特徴。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。